号外。どうしたの？え、GPT-40?4-0。なんじゃそりゃ。お麦の王だとさ。全能ってこと？多分な。Well, can you take a guess at what that might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. 配信してるの当てた。頭も良くなったのかな？最近、チャットボットアリーナってとこで、GPT-2 チャットボットっていう謎のモデルが話題だったが、その正体はこれだったらしい。じゃあ、競技プログラミングやらせてみない？そうだな。早速チャット GPT-4 に問題を投げつけよう。問題はこの前のアットコーダービギナーコンテストでいいか？そうだね。とりあえず問題 A の問題文を貼り付けて、この問題を解く Python コードをかけと指示してみる。ああ、問題の説明は省略するぜ。見たければ、右上のリンクをクリックしてほしい。じゃあ、送るぞ。はや。このコードをそのまま提出したところ、通った。まあビギナーコンテストの1問目じゃ今更驚けないよ。確かに、問題 B もほぼ問題なかったが、なぜかソルバー関数を呼び出し忘れていて、こちらで書き足す必要があった。わざと抜いたんじゃなくて本当に忘れてそう。まあ、今回は運が悪かったことにしてやろう。C に移るぜ。できたみたい。よし、提出する。あれ？起きたな。惜しくなさそう？ああ、それだけはやめてくれ。っていう出力をしてきた。メインパートをすっ飛ばしてそうだね。もうやる気が失せたから今回の検証はここまで。でも、4O が4ターボよりずっと強いってことはなさそうだね。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。